はい始まりまりしたリリエエルルのの未来へトゥーゴーのお時間でですすごきげんよう柴田リエルですこの番組は毎週土曜日の3時からと毎週月曜日の5時から週2回毎回違うテーマでお届けいたしておりますリエルグループではあらゆる業務を行っております一緒に総合サイトをご覧ください カタカナでディエルまたはロゴ RIIR で検索いただくとこの総合ページが出てまいります左下のバナーを見ていただきますと、えー、インターネット番組取材いただきました覚悟の時そして、えー、私のチャンネルですね YouTube チャンネルもここから見ていただけるようになっておりますのでクリックいただき見ていただけたらなと思いますそして下の方にスクロールしていただくとキレクリエイター私が考案提唱しているカウンセリングシステムを設けながら各業務を行っております その方にあった実感を見ていただけるためにカウンセリングすべて設けておりますので安心して実感効果を見ていただけたらなと思いますので、えー、まずいろんな商品おすすめさせていただきますので是非若返っていただけれらなと思います下の方にスクロールしていただくと3ページ目各業務のご案内ページとなっております センターにあります R リエールセレクトのページはですね私がおすすめしている再生医療商品をご紹介しているページでございます同時にですね全国に業務医療提携している病院クリニックのご案内肝細胞治療菌の糸美容施術を得意としております東京渋谷にありますベル美容外科クリニックもここから見ていただけるようになっておりますすべてカウンセリングから入っていただけるようになっておりますのでぜひお気軽にお問い合わせいただけたらなと思います 商品もですね、えー、全て再生もう若作りの時代ではなく若返っていただく商品でございますのでもう皆さんリバースですアンチェイジングはもう古いということでリバース10年も20年も前のご自身の体内年齢見た目に変わっていただけたらなと思いますので是非スキンケア商品サプリメントカツカツございますのでお手に取って試していただけたらなと思いますそしてピンクの「愛」のページは「ご真実クラブマガ」の業務でございます クラウマーガはイスラエル発祥の護身術、世界で賞賛されている技でございまして、海外では CIA、FBI、スワットなどが取り入れている技でございます。私は日本の女性で唯一インストラクター資格を取得しているということもあり、海外資格ということもあり、ご視聴にあたらせていただいておりますが、日本では警察、自衛隊、大手警備会社が逮捕術、防護術として採用されている技でございまして、ご指導させていただいております。 誤診は一般のの方にももちろん知っていいいたただきたいものでございますなので老若男女問わず体力に自信のない方スポーツに自信のない方も十分始めていただけるものでございましてお子様からシニアまでもう老若男女問わず楽しみながらストレス発散にもなるトレーニングでございますので楽しんでダイエット目的でもやっていただいている方もございますので是非皆様も始めていただいたらなと思います。<music> そしてアクション監修などもさせていただいておりますので、世界や国内などの、えー、クラウマガを取り入れられた作品、映画、ドラマなどもここから閲覧していただけるようになっておりますので、ぜひクラウマガを知っていただけたらなと思います。そして E のページはですね、不動産業務でございます。ぜひ売りたい買いたい何な,なりとご相談していただけたらなと思いますので、お気軽にお問い合わせください。そして赤い I のページは、世界的有名な発明家、ドクター中松博士の販売店を施使っております。 中松博士は約4000件の発明品がございますがご本人、満94歳数え95歳の年を日々送られておりますが現役の発明家であり事業家でございますもうね一日に10件の発明をし特許を出すような方でもう現役でございますその現役の中松博士にあやかっていただきたいということでここはですねホームケア商品をご案内しているページでございますぜひ皆さんが手に取って試していただきもうね今や 健康寿命100歳120歳もね皆さん健康な状態で若々しい状態で、えー、年を重ねていただける時代となっておりますのであやかっていただくべく商品を試していただいたらなと思いますそして最後 R のページメディアでございますアーティストもおりますのでね是非あのオファーいただけたらなと思いますそしてここはですねえー、ボクシング WBCWBA 世界ライトフライ級 チャンピオン、統一王者であります、寺地欽四郎選手の情報も載っておりますので、ぜひコメント、オファーいただけたらなと思いますので、開いてご覧になってみてください。DL ルグループではあらゆる SNS をやっております。Facebook、Instagram、ぜひ皆様もフォロワーになっていただき、いいねなどしていただけたら嬉しいです。 この番組の最新情報だったり、各業務のご案内など、ニュースなどを載せていただいておりますので、ぜひコメントをお,お,お寄せいただけたらなと思います。はい。インスタもぜひ皆さん、あのクラウンマガもね、世界中に会員がおりますし、中松博士も世界的な有名な博士でございますので、商品などね、お問い合わせもいただき、たくさんフォロワーになっていただいておりますが、皆さんぜひぜひご存じない方は、 フォロワーになっていただきもうお気軽にコメントを問い合わせいただけたらなと思いますのでよろしくお願いいたしますそしてリ l グループ YouTube チャンネルもやっておりますまずこれは、ね、QR コードですねダイレクトに入っていただくと各ページに直に飛んでいただけますので読み取っていただき登録いただけたらなと思いますはい YouTube チャンネルまずこの動画からご覧ください 火曜日、日曜日以外の毎日夜の7時に最新動画がアップしております。今日も上がりますので、ぜひ見ていただけたらなと思います。美容と健康に特化したテーマでお届けしておりまして、ドクターご指導のもと、そして科学的根拠に基づいたテーマでお届けしておりますので、ぜひ皆様、正しい情報をに取得していただき、参考にしていただけたらなと思います。見ていただいた際は、ぜひグッドボタン、高評価を押していただいたらさらに嬉しいです。 チャンネル登録がまだおすすめでない方はぜひよろしくお願いいたします。ベルのマークも一緒に登録をいただきますと通知が届き見逃すことがございませんので合わせてベルのマークも押していただけたらなと思います。はい。えー、ニュースからいきますかね。えーはしごさんですね。最近あのはい行ってまいりました。この番組にもねあのゲストに来ていただきました。成まやの歌舞伎役者。 中村はしごさんでございますが、まだね。あの12日までやっております。もうファイナルファンタジー x っていうね。もう皆さんも大人気のものでございますが、新作歌舞伎ということでとっても面白かったです。はい、もう大盛況でこんなにいっぱいね。湧いております。けれども、もうね。ファイナルファンタジーのファンもたくさんいらっしゃいます。けれども、歌舞伎のファンもいらっしゃって、もうどちらもね。あのー？ 知らず、初めてという方でも楽しんで見ていただけるものでございますから、12日までやっております。ぜひ皆さん行かれてみてください。はい。もうあの、会場がね、あのー、動く感じになってますからね、すごいリアリティあって、あのー、本当に楽しい舞台です。はい。これは、松屋さんですかね。はい。あの、最後はね、あのー、 カーテンコールの時には皆さん撮影もしていただけるようになっていると思いますので、ぜひ皆さんファイナルファンタジー見に行っていただければと思います。ファイナルファンタジーがゲームでね、皆さん知ってらっしゃる方は多いかと思いますけども、歌舞伎になるとこんな演出がされるんだということでね、またもうすごく迫力あるもので、めちゃくちゃ楽しい作品になっておりますので、はしごさんはね、あの、初めから最後まで、もう、 あらゆる役に噴して、どん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 たくさん出てまいりますのでね、はしごさんを見つけていただいたら楽しいと思います。はい、これね。はい、皆さんもファンの方はこれが何の役かご存知かなと思いますけれども、はい。ぜひ、はしごさん見ていただいたらと思います。そしてこの番組に来ていただいた時の、はしごさんの回ももうアーカイブに上がっておりますので、ぜひ探していただき、はしごさん回見ていただけたらなと思います。はい、もうこの作品もね、今出てますね。この作品も、あの、チケット発売。 始まったばかりかなと思いますのでね、あの、チケット、すぐ完売になってしまう作品だと思いますので、ぜひ皆さん、いち早くお問い合わせいただき、チケットをお求めいただき、はい、会場にまた見に行っていただけたらなと思います。はい、そして、皆様、先日の8日、有明アリーナで開催されました、ケンシロウ、寺地ケンシロー選手、見事防衛成功し、勝ってくれました。ありがとうございます。応援たくさんいただき、 もう前社ね、あのー、大きく記事を書いていただきましてありがとうございます。日刊スポーツさん、もういつもありがとうございます。大きく載せていただき本当に嬉しく思っております。はい。ケンシロも喜んでおります。ね。はい。会場で一緒に応援してくだ,かくださった方、本当にもう一緒に感動を得て持ち帰りいただいたんじゃないかなと思いますけども、選手、ケンシロ、ケ頑張ってくれましたね。 はい、これね、あの、インタビューですね。最後のね、はい、ガッツポーズでございます。8ラウンドの時にはね、みんなでドキドキしてね、どうしようかと、メンタル、心折れてほしくないと、みんなね、大きな声で応援くださいましたが、もうその声に、声援に,に応え、皆様の応援の声にね、励まされ、勝ちきりました。はい、<laughs> 見事、防衛成功した、シロ町選手でございます。はい、シーポンさん、も皆様、 スポンサー、ありがとうございます。トランクスポンサーさんですね。シーポンさんもいつもありがとうございます。後で QR コード皆さん読み取って会員になっていただければなと思いますが、はい、シーポンさんもね、はい、皆様、スポンサーありがとうございました。このね、皆様がスポンサーしてくださったトランクスを履いて、皆様の思いを背負って戦った結果でございますので、本当に皆さんもね、一緒に喜んでいただけたらな、い,いただけたかなと思います。 その、寺寺健史郎選手でございますが、来週の17日月曜日、この番組ゲストにお迎えしております。はい、呼んでおりますのでね、健史郎選手と二時間、あ、1時間、はい、50分間、健史郎スペシャルでお届けしたいと思いますので、17日月曜日5時からお見逃しなく、健史郎選手生で来てくれますからね、試合のね、あのー、時のこととか、突っ込んで聞いてみたいと思います。 はいなかなかねあのリアルの声は皆さん聞けないかなと思いますけどね試合を見ることがあってもなかなかねトーク画面,は画面は見ることがないかなと思いますから寺地健志郎のね生トーク見ていただけたらなと思います来週月曜日17日ゲストでございますので皆さんお楽しみになってくださーい待っていてくださーい、はい、あの当日ねコメントなどもお読みさせていただきますのでねあの事前にあのどんどんコメント お寄せいただけたらと思いますのではい、こんな質問したいこんなこと聞いてみたい、えー、こんな話をしてほしいなどございましたらはい、番組で反映させていただきたいと思いますのでぜひお寄せくださいませはい今日のエルのおすすめはこの一品ドクターミューズでございますはいもうねこの番組でも YouTube チャンネルでもお伝えしている商品でございますがもう今一押し私がもう皆さんに知っていただきたいものでございますがドクターミューズこれはねミューズは女神という意味ですね女神の力を借りて皆様どんどんこう若返っていただきそしてご自身がこの女神となって皆様に広めていただきたいなと思うものでございますがこれは口腔内美顔器美容器でございます。 見た目はねあのー、電動歯ブラシみたいな感じになってますが先端の部分が歯ブラシではなくよく見ていただくとねマッサージブラシになっているんですけどもこれであの口、ー、腔内からこう微電流を使ってフェイスアップをしていただけたらなと思うんですけれどもよくね美顔器皆さんもいろいろたくさん種類がありますからお持ちかなと思いますけどもコロコロしたりローラーだったりねあのー、電気でこう頭皮をね ブラッシングして、あのー、リフトアップとかされてたりとかいろんな美顔器ございますが全部世の中にある美顔器で外側からのケアですよねなので使った時には実感をされても数時間後にはまた戻っていたりとかあのなのでね時間あったらこうコロコロしてみたりまめにやったりとかねその日やっても次の日にはまた戻ってたりするから毎日こうやっていただいたりするものでまあ、持続性がね高いというところの。あのー お声ももあるものがが病気でございますがこれはね口腔内から口腔内病気ですから内側からあのケアをしていただくものでございますがどうやってっていうとねあの外側からじゃなくても内側から口腔内ってあの 40, ツボの40箇所のツボがあるというふうに言われているんですけど内側の、ね、40箇所のツボをどうやって抑えるんだってここあるじゃないですか足裏とかね体だったらマッサージしたり指圧とかいろいろありますけれども。 口腔内ってなかなかね、40坪押さえてくれる場所もないですし、あってもなかなかね、人の手が口の中入っても嫌でしょストレスになるものかなと思いますけれども、これは、微電流、まあ、電動歯ブラシみたいな、こう、微電流が流れるようになっておりますので、マッサージブラシを内側からこう、当てていただいて、片方2分、片方2分で大体4分ぐらいでね、お手入れが完了していただけるかなと思いますけれども、内側のね、その40坪のボを押さえていただき、グイ,グイグイとかね、理想的な、あのー、フェイスラインになっていただき、しかもね、 3 3週間ぐらいは持つんじゃないですかねなので2分2分やって3週間持ったらちょっと嬉しくないですかでも毎日ね2分ぐらいでしたら毎日やっていただいたらね持続性3週間ぐらいあるのが毎日やったらどんだけどん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 こう維持されるんだってありますからねもう是非ね使った人にしかわからないものでございますが使ってねあの実感していただいたらなと思います。分分ややっってね2分やったら 片方だけがグググって上がってね、あのー、バランスが悪くなって慌てて片方をやるっていうぐらいに皆さん本当にねこれは魔法かというぐらいに実感していただいて喜ばれているものですからね是非皆さんまだ持ってないという方はねお手に取っていただきたいなというものでございますそしてこれとセットでね、まあ、単品でもあるんですけれども、あのー、航空内美容液これを一緒に使っていただきたいです なんぞやって言うと、ディエルセレクトはね、幹細胞商品をたくさんご用意しているんですけれども、あのー、この航空内美容液はですね、細体、脂肪、あと葉膜、3種類の幹細胞培養液、上詰み液をね、潤化培養液を入れておりまして、プラスエクソソーム入れております。エクソソームはね、まあ、お口の中の中 化粧水と思っていただい,たらいいいいたただだでしょうかたいまあ年を重ねてくると唾液が少なくなったりとかねあと最近マスク生活が慣れてしまった後遺症のような感じで若い方でも唾液が少なくなったりとかするとねあの口の中に口腔内菌がねあの細菌が増えたりとか口腔、まあ、内菌がこう増えると体健康にもねあの。 悪影響を及ぼすっていうのこともあって今ね口腔内ケアがすごくねあのー、流行るというか種類になったりしたりしますけども口の中ぐじゅぐじゅってこうゆすいたりするよりもそのねエクソソームで天然の化粧水ですかねうち天然の唾液をこう湧き出してくれたりとかそして幹細胞3種類でねこう壺を 押さえていただきながら塗っていただくと、口腔内の粘膜吸収ですからね、口腔内は。粘膜吸収って4、通常の42倍というふうに言われているので、幹細胞の美容液をこう内側か外側からねお、化粧品でね、塗っていただくのも素晴らしいんですけども、外側から塗るよりも、粘膜吸収は42倍と言われてますから、内側から美容液を塗っていただき、内側からね、すこう肌ってどんどん生まれ変わりますからね、下側から内側から素晴らしい成分を。 入れていただき、そして口腔内から、あのー、40坪の表情筋とかねツボを割いてだき表情筋と深層筋を鍛えていただきほうれい線とかちょっとしたこう額とか目尻の小じわとかググッとアップしていただき理想的なお肌になっていただいたらなと思いますセットでね使っていただいたらなと思いますが使い方はねじゃああのチャンネルの方見ていただいたらゆっち、あのー。 ドクターーミューズテーマーとしてやってる回もございますのでぜひ見ていただいたらなと思いますがセットで使うもよしあと時間がないとかね2分の時間もない朝は忙しかったりもしますしね時間がこう寝る前は疲れたりとか言ってね2分のその手ができない場合はこの幸福な美容液だけを口の中になめていただいてあの粘膜に塗っていただくだけでも結構理想的な肌がね あの実感していただけるかなと思いますから、外側にベタベタ塗るのもオッケーですが、口の中にこのマメに塗っていただくとこれだけでもあの実感していただけるものかなと思いますので、高級な美容液ぜひねあの舐めていただき、こうベロでもあの内側に塗っていただいたら。 四42倍ってわれてますからねぜひぜひちょっと試していただいたらなと思います DL セレクトのページからね見ていただいたらと思いますのでもうね美顔器っていうとね結構お高いく思われる方もいるんですがもうねこのお値段も皆様に優しいものでございますからね幸一さん3人でセットでもね3人でお釣りが来ますしはいもうぜひリーズナブルに使っていただけるものでございますから1人一台ね持っていただいたらなと思います はい、今日はゲストをお迎えしてお届けしたいと思います。今日のゲストはこの方。山本学校、山本正信学長とお届けいたします。はい、ではお呼びいたしましょう。山本学長、はい、<laughs> なんで今日マスクなんでけ、ね、<laughs> もうおしゃれだから、<laughs> あのまた今日はブルーのマスクで。 お洋服にお飯物に合わせてねマスクも変える学長でございますからねよろしくお願いいたしますいやあの研修さんすごかったなありがとうございますいろんなこと書いてアップしたのねみんなが見てる嬉しいやっぱりあの世界チャンピオンって別格だねもう世界ですからね世界だよねでボクシングってあんまり僕知らなかったけど資格がいるんだよねライセンスが必要です でも格闘技ってないんだってね。まあ、そうですね、ライセンスじゃないですね。はい。格闘技レビューは皆さん、あのー、ああ結構、まあ、審査とかはね、ありますけどね。世界チャンピオン、そのボクサーのライセンスと、またちょっと全然違いますね。うんうん、ギャラもま、ま全く違うんだろうね。違いますね。でしょうねはい。うん、違います。はい。そうか、久しぶりね、あれほどね、なんていうかな、試合運びの。はい。上手い人。はい、まあ、プロだから、ね、チャンピオンだからって言うんじゃないんだけど。はい。 圧倒的でしたねありがとううございますもうその,その、ね、試合の模様も今回はねあの ESPN、うん、アメリカのスポーツ専門チャンネルなんですけど<う>アメリカでも生配信をした、ねはい、されましたのでアメリカでも研修をしていただきますさらにねあの強さを世界に知らしめられたかなと思ってあのなんかね僕も大谷翔平もそうだけど憲章、はい、さんもそうだけどね、はい、世界中に日本っていうものをですね、うん なんかすごい勢いでアピールしてるなと思ってあ、はい、嬉しいなと思ってね。そうですね、うんはい、なんかもう世界に通ずる日本人選手がこう、ね、どんどん輝いて話題になっていくの、ね、で、ね、元気あげていただきたいかなと思いいますやリエルさんもすごいなと思いますよ。か <laughs> でで今日はね僕前から不思議だったんだけど何でしょうし質問したいのね。 はい、まあ、はい、リエウさんが一番最初の、まあ、ビジネスをやる時にっていうかね今3つ4つぐらいやってると思うけど、はい、一番最初のやつはね、はい、<coughs> どういうきっかけでやろうと思ったのかなと思って、まあ、趣味だっていうのは聞いてるけど、はい、<coughs> 具体的に全部あのー、私が好きなことを趣味じゃなく趣味を趣味というか好きなことを仕事に全部してしまったしたっていう感じですかね。あ,あ いうやあの僕の場合はね31歳の時に当時は何ていうか損傷で悩んでたんだけどねで英語も喋れないしそれから日本語喋ると差しずさそうの音が落ちるから発達障害の後遺症なんだけどねで脳出に行きましたと初めてね23ヶ月行ってこいって言われたんだけど行ってたらね なななんかなんかとなく溶け込めたの、はい、それであじゃあこの際ね僕の生き方人生っていうものね思考パターンだとか、うん、全部取り替えようと思ってね、うん、今までは人からこうなんか頼まれたりすると45歩、うん、後ろに後ずさってね、うんはい、逃げてたの、はい、逃げるの大好きだから <laughs> 当時は。うまいかかわしでですねそうそ,うそれで、えー、その時から、ねうん 1>, <coughs> 1年間でとにかく主体造船っていうか造船業のね、はい、受注合戦に僕は世界製菓しちゃったのよね、はいはい、でね,ねそれどうやってできたのかって言ったらば、うん、単に電話しただけなの、うん、電話して最初の出会いがあって、うん、でそれがまあ社長連中だーっとあってね、うん、その次にああこれこんなことできるんだと思って、うん、まだペイペイだから日本だったらばその会長の何年も前のレベルだから、うんうん、誰も会ってくれないじゃない。 ところが海外の人たちは、うんはい、えペ a ペイであっても会ってくれるわけよ。日本も代表として会ってくれないんですかあってまあ大会社は会ってくれない。うん、ああまあ大体秘書とかねそうそう下からねこう<う>どんどん上げてるから。だから課長が行けば課長が出てくるし、うん、社長が行けば社長が出てくるんだけど、うん、あの海外ではペイペイでもアポ取,取れるの。それがあったから僕は あの成功体験ができちゃったのね、はい、でそれでまあいろんなこうその後もずっとヘッドアントされながら行ったんだけども、はい、ヘッドアントされる時って全く分野が違う世界ですよね、うん、全く知らないゼロなんだけども、はい、多分何とかなんじゃないかなっていう <coughs> 成功体験があったからね、うん、であの何て言うかそういう勢いでもって、うん、ああとヘッドアントされた時にね、うん、あのゴーゴーしたんだけど。 あなたの会社をね4倍5倍10倍してみせるとかね、うん、それからあなたの業界を全体をね1年間で4倍するぞとか、ね、5倍するぞとか言って成功したんだけども、うんはい、その原点っていうのは、えー、これができるかななんて思わないで、うん、自分が書いてやるんだっていうようなそういう脅威があったの、はい、以前はなかったの何にも。 うん、だそういうことが起きたということで、はい、じゃあ d a エ o さんの場合はどうされたのかなと思って一番最初ね、はい、まあ,あの好きこそものの上手な例だけど、はいはい、どうやってやったのかなと思って。え最初はあのー、な幼い頃からまあ美容とか健康には興味があって。海外で 腸の洗浄機、あの、こうダイアナ妃が愛用してたと言われる、<あ>腸のクリーニングする、あのー、腸をクリーニングそうです。<ー>コロハイドラセラピーっていう腸のクリーニングする,いる機械があったんですよね。ああで、海外でそれを使ってたんですけど、まあ、バレーとか引退して海外に行くこともなくなると、うん、わざわざそれだけのために行くのもなんだし、と思った時に、海外では皆さんが、あの、使ってるものだったので、ああじゃあこれ買って帰ろうと思って、ああ持ち帰ろうと思ったら、あのー、 どこの国に持って帰るのって言った時に日本って話をしたら、うん、日本はこれは医療危機器になるから持ち帰れないんじゃないって話から<う>でアメリカと違うんだと思ってじゃあ医療危機器になるんだったら医療認可取らないと持,て持,ち持ち込めないよって言われて<ー>でそこからじゃあ医療認可取,りに取ろうと思った時に東京都,ああの東京都 あの都庁に行ってその申請しなきゃいけないんですけどうん、うん、申請するのも分かんないじゃないですかそうすると便利さんとかに頼んでやる話なんですけど費用もかかってしまうし、うん、じゃあ、まあ、申請するだけだから自分で、まあ、勉強があったらやろうみたいな感じだからそうなの、はい、で医療機器の認可を取りましたでその当時、うん、石原慎太郎ですからあの土地のハンコポンとしてもらった書類が出てきて<ぁ>じゃあもうこれで買いに行こうと思ったら今度はあの医療機器を 買って持っててても医療機器でですから個人は使えないの,であ<ー>あの医師免許がないとこれ使えないんじゃないって言われてっ今度は医師免許かと思って、うん、医師免許はちょっと大変だから、あのー、じゃあドクターを、あのー、一緒にやってくれればいいんだと思ってその専門のクリニックを あの始めたんですけどでも自分がやるためだけにやるともったいないからこれをみんないろんな方にお勧めしようと思ってそこから始まってで愛用してくださる方が増える中口コミで広まったんですけど、まあ、クリニックねやる、うん、のも大変なのでこの機械をいろんな全国に降ろしていこうと思って全国に営業し始めてで全国にその医療機器をあの導入しておろす形でした。<laughs> な やってるとそれを使っているクリニックが増えるわけですから、自分でクリニックやっとく必要がないので、など導入したところに自分が行けばいいわけですから。ああ、考えたなで。でそうやってる間に今度超クリーニングで綺麗にしたところに、じゃあいい菌を今度入れたいなと思ったら、その時はあの施術後にヨーロッ。あのヨーグルトとかを飲。んでいって もらうようよな形でで、はいはい、リニックはやってたんですけど、はあ、ヨーグルトって動物性だから、はあ、どうせなら人由来のものの方がいいんじゃないかって言ったところから、はあ、まあ研究されてる方たちがいて、はあ、で人由来の今こそねほら色あのビフィーズスキンとか皆さん知ってる、はあ、ところありますけどすそういう人由来のものとかであの腸にいいものを取り入れようっていうので、はあ、今度そういう商品をなるほど商材があってそれをディエルブランドにして作ってあの販売するように。 それで化粧品とかスキンケアとかサプリメントを取り扱うようになったっていう感じですなあの、ね。なぜこういうことを聞いたかっていうと「ジエルさん素敵だな」とかね「ジエルさんなんであんなに成功したのかな」ってあなたに続きた,い <laughs> 続きたい女性がいっぱいいるわけですよ。だけど、うん、だからそれどうやってやったかってみんなやり方が分かんないから語ってもらったのね。だけどその好きなことはみんなやるんだけども、うん、その問題にぶつかった時にさ ジェイさんが思いついたことっていうのがね、うん、やっぱり今聞いてるとすごいわけですよ。なかなか簡単には思いつかない。で、<laughs> だって自分がそれ指面権がいるとかさ、許可がいるとかさ、それでもう諦めちゃうと多いわけね。自分で取ろうと思う人があなたみたいになるんだけど、まあできることは自分で取って、うん、できないことはできる人を見つければいい。見つければいいね。はい。なるほどな。皆さんいいですか。わかりました。<laughs> やっぱりね、ここら辺の話聞かないとね、みんなやりたくても。 どうやっていいかわかんないもう壁に当たったらもうダメだってこう諦める人多いからさ例えば100人やろうと思った人がねあのこの話を聞かない人はまが、あ、50%もね実際にやらないんじゃないかと思うわけねうーんどうなんですかねまあ、あなたの場合はたまたまやって、うん、あのうまく軌道に乗っけることができたのはその時その時に壁をねぶち壊してきたから ブレイクスルーしてきたわけ。僕から見てるとね。うそういうブレイクスルーをやることが一番大事なわけよ。うん。あとあの何ですかね。もうどこかで誰かが取り扱っているものにはあんまりもう興味がなくて、もあるものだからそこにやればいいし、そこで買えばいいじゃないですか。でも、うん、いいものだと思ってもそれをどこも取り扱ってなかったりやってないものをやるのが好きっていう。そうだよね。はい。だからそ,そこですよ皆さん。やっぱり世の中にないものを見つけてやっぱりやるってことだよね。 で、あのー、この人全然腹黒くないなと思うんです。大体いい腸が綺麗だしね。<laughs> <laughs> そういうことだよね。はい もうそれを極めてこう研究している方たちの商材を扱わせてもらうとかいうところはから始まりますね。もうどこかでで売っててるもものをうちでも仕入れてとかいうのはもうそこがもうやってらっしゃることだから、うん、やることないじゃないですかもう私はそこで買ったり,取り、ね、使えばいいわけだからでもどこにもないものをそれを商材とか研究されてる方から始まって、うん、あの作って皆さんに形にして。 ユーザーザのの近いい立場で、うん、あのお披露目するのがい,いかなって思いま,すま、ね、で自分も使えるし皆様にも進められるしだ、ね、だから僕もねあの僕のこと考えると、うん、やっぱりこういつも逃げてた自分からねこう前向きに取り組んでいったんだけどどの業界も全く知らない知らないゼロですよ、うん、知識ねだけど僕あんまりそのいろんなものを本読んでからとかね、うん、業界史読んでからって一切読めたのの、うん、だってみんな自分のあの。 なんていうか業界はね、うん、レッドオーシャンでもう隙間がなくてこれ以上張ってもないっていう人がほとんどなのよ、うん、どこの業界行ってもねでも必ずあの頑張ってる会社が一社あってね、うん、そういうやつ見ると発想が違うわけですよね、うん、だからそこのところをねあの分かれば意外と挑戦するんじゃないかなと 調整しなければ始まらないし、うんはい、でさあここで一つもう一つ質問です。はいあのなドクター中松さんでまあ,あのドクター中松のいろんなものを販売権も持ってやってることは知ってるんですけども他のビジネスでもいろいろ相談されたりしてた。へー 仲間とこうん、そうです、ね、あ、でも、あの、運用の仕方とか。あ、運用の仕方。はい、デリバティブの、あの、トレード、<あっ S 2> トレードですね。運用、トレードのやり方とか。あ、トレードのやり方。はい、それが業界の中で、どうやって動いたらいいかっていうこと。うん、あの。仕事のやり方。そう、あ、そうです。自分でね、あの、運用とか。 私しちゃうので、はいで中間高生もそういうのがあの好きな方なので、そういうのであのお話があったりとか、はい、もうあの飽きないの話ばっかりです。あのどうか中松高生もうダメだと思います。全部しちゃ、専あの専有しちゃってるから。いやいやいや。まあだけど世の中に必ずね、あのいろんな人いると思うから、やっぱり自分一人だけじゃなくて、やっぱりこうなんとかあの。 ガイドしてくれる人ね、はい、やっぱりあの必要だよね、うん、だってその業界全くゼロで知らないもんね特に専門的な話はさ、うん、やっぱり専門家とうまくね仲良くなってコラボレーションしてやるのがいいのかなと思うしうーんそうですね、まあ、あの直接聞く方が分かりやすいし学びになるっていうかう、ね、こうメッセンジャーになってるとちょっとブレてきちゃいますよね。うん、でもそれを 研究されてたりとか、極めていらっしゃる方と直接教えていただくと、またそういう方たちは、あの、もうあの、同じ同列の方たちでお話しする分には専門用語いっぱいですけど、私とかと話すときには、ね、私に分かりやすい表現で例を出しておつ<ー>教えてくださるので、全然むず難しそうに見えて、逆に分かりやすいんですよ。もう頭のいい方たちはあのいろんな表現を持っていらっしゃるから、な,はい、なので、うん、分かりやすく教えていただくと、私は、噛み砕いたところで、 ユーザーさんに近い立場でユーザーさんに私が理解した形をお伝えすると、るあの近いから。伝わりやすいでしょうね。なるほどね。はい、ああ、そうか。うん、ああ。あの。その時に。まあ、心構えとしてね、はい、ご自分の。はい、あなたは、まあ、いろんなもの成功してるからね。えー、楽にこう始めて、大体。割と、こうス,スムーズにきたと思うんだけど。うん、普通の人はさ。自分自身の、こうなんていうかな。あの、弱さとか。 自分自身こんなことできるに挑戦してもいいよ人間なんだろうかっていうね悩みがあるわけ。その人はね。うん、自分で決めつけないことですよね。決めつけない。あ、皆さん自分で決めつけないことだそうです。<laughs> うん、大事だよね。うん。初めからあのどうせ無理だとか、そんなのできるはずないとか、いやもうあの無理ですって決めつける方、うん、いらっし結構いらっしゃるんですけど、なんでダメだと思うのっていやどう考えてもダメですよ。それは わからないですよねだって決めつけてるだけで誰々さんはダメな例をいっぱいただ周りに見てたかもしれないけど自分はそうじゃないかもしれないしあのー、やってもいないのに答えを決めてる無理と思わないでまずやって砕けたらいいわけだし、うんね、やり方がその時にまた調整すればいいから、うん、決めつけなないいことかなとか思います、うん、あのね僕が今一つ思い出したんだけど、うん、あの僕国際展示会いっぱい打ち上げたんだけどね、はい、その中の中つにあの デスクトップパブリッシング要するに電子出版の業界には入っていこうと思った時に日経新聞がかななり大きことやってたのね何かないかなと思って行った時に分かったのは大手のいろんなメーカーがいっぱいいるんだけど全部ハードの方ばっかしなの。でねソフトがないと思ったのねでもソフトを作ってる会社っていうのはさ45人なのたいね。貧しいわけよ って僕は思って普通あの1コマってね展示会の会場当時は30万だったのね、はい、だけどその2メーターの机1本と椅子1個とパーティションだけね、うん、これで2万円のコースを作ったの、はい、でそうするといっぱい入ってくれるじゃない、うん、でそれで一気にひっくり返しちゃったの日系のレデスクトップパブリッシングの展示会を、うんうん、でいきなりひっくり返して支配できちゃった。 うん、だからそういう盲点を見つけたりもすることも大事かなと思ってさ、うん、全くど素人なんだけどなんか違うなとなんでソフトがいないのって言ったら、うん、そういうもんだっていうことを言ってたけどね、うん、だから僕はそれはちょっと違うんじゃないのと、うん、やっぱりソフトを作る人たちにもチャンスを与えないといでやっぱりそういう人たちが出てくるとちゃんとビジネスになるわけよ。うん 新ししいもののをこうね、ねあななたたところそんなの返してたんてだねと、うん、じゃあうちでもやってよってなるから、うん、それずっとこう続いていったの、その展示会はね、うん、だから目のつけどころだとかさ、うん、あんまり深く考えないででなんでだろうって思ってさ、うん、本たくさん読んだりね、はい、業界紙たくさん読んだりコンサルタントに相談するんだけど大体、うん、いいそれ間違ってるのね。はいだって 十分満足してる人ばっかりしたから世の中こういうもんなんだとこの世界はと思ってるからそこにその全く僕みたいな人間がねリエルさんみたいな人間が入ってくるとさまた違ってみてこうやって見るわけですよすごく目が大きいからねもう決めつけないってことですね決めつけないねうん。そうだと思います諦めないことですかねそれは賛成だだリエルさん見てるとねみんながねあと女の人特にね あと続けたいなと思うやけどねもうぜひぜひぜひあのどうすればいいの彼女たちは君になんかアプローチがこれ見てもらうにすばいいんだけどだって学長ほらこの前前回提案だいたディエール企業塾あ企業塾はいスタートする準備を今ねしておりますからはい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  あの教えも皆様にもっと多くしていただけるようになるし、うんあのね、今晩ねあの僕がラインでやるんだけどもね、はい、であの毎回ね、うん、2>, あの2人ぐらいに焦点を当ててあの彼らのどういうことやってるかっていうことをね、うん、でたっぷり聞いて、はい、それで僕がその 大体調べてやるからね、うん、あなたのところはこういうことやってるこういうことやってるねとだけどここのところこうやったらどうとかねそれから開拓先はこっちの方がいいぜって言ってね大体、うん、開拓先間違えてる会社多いの、うん、でそういうことをあの始めてるわけね、はい、今夜もあるんだけど、はい、プログラムブックって言ってね、うん、プログラミングの3歳から5歳までの間のね幼児 まずプログラミングを教えるんだけど、うん、紙を使ってやってるのね。うん、あのカードみたいなのも、それでこう、<い>並べたり、こうやって動かしたエッセうちに。うん、もうすぐ覚えるわけよ。うん、でやってるうちに、ちゃんとしたプログラミングもできちゃう、な,なっちゃう。それなんかの話が、今日はあるんだけどね。うん、だ、それでやると、あ、そうなると。あ、幼稚園とかね、保育園に、うん、売り込めばいいと思うわけよ。 だっ三つ子の魂ってね、昔から言いますからね、そうそう柔軟性ある時にね、うん、やっといた方がいいですよね。<う>頭もそうだし、うん、耳もね。だから三歳から四歳、四歳ぐらいしかいた、いたいだけどね。そうですね。もうねたしましできるわけ、うん、よくあの。 まあこういう携帯買ってあげたりするとさめちゃくちゃ早くやるじゃないですか iPad もねっ一瞬にして覚えて使いこなしちゃますもんねそうで昔ねビジネスモデル特許がねアメリカで入ってる頃ねえっと1415年前かなで僕は危機感を置いたのねでその頃セガにいたんだけどセガのゲーム機いっぱい売ってるけどねでみんなゲームだけしてるだけでビジネスモデル特許っていうものはやんない。 と思ってうん、うん、それで僕はビジネスモデル特許協会って立ち上げて3年半やってたの、はい、で月に2回ね 2>、はい、で100人ぐらいいつも来てて、はい、でそれでねその特許を取る取得するっていう発想を植え付けようとして、うん、で3年半経って役割を終えたんだけど、うん、やっぱりこうなんかあ突破口絶対見つかるなと思ってるのね。はいうん、だからこの今まで アメリカなんかでは本当特許いっぱい持ってるけれども、うん、日本人はそういうのは苦手でね、うん、やったとしてもお金することが下手だったり、うん、だからそこらへんはアンディエさんの起業軸を、はい、あのやって一緒にやってもらったら、うん、絶対うまくいくと思うよ、はい。はい、もう多くの方にねこう知っていただきたいですよね、うん。皆さんどうでしょうかねこの考え方。<laughs> はい、拍手ありがとうございます。<laughs> <laughs> うん、あの特許取っても商品化しないで、ね、眠ったままの方いるからもったいないですよねあれって特許取ってから商品化しないといけない何年かタイムリミットあるから作ったほうがいいですしねいや特許の取り方とかも意外と大丈夫だったりするのに難しいと思ってうこう、ね、せっかくいいアイデアをお持ちの方が何も形にしない方もいらっしゃるから、うん、どこにあのチャンスがあるか分からないので。僕も、ね、彼に聞いいたのを大きくにね、うん あの君特許持ってんのかって言ったら「持ってます」って言うからさ「じゃあ出して」って言ったら送ってきたのね、うん、5つ持ってるの、はい、プログラミングでね、はい、だからあのやり方は他の人たち使えないわけ、うん、でアメリカの特許のほうも申請してるらしいから、うん、だからそういうそなんかねアイディアをあのなん自分ので確保するっていうのはやっぱり。 特許を申請した方がいいわけだよね。あと形にしなきゃ、ね。形にし取っただけだとダメですよ。うん、でまあ申請中ってやるだけでもねだいぶ違うからね。うん、それで防御しながらちゃんと取ると。うん、でねあの。 まあドクター中村さん自分で書い,書いちゃうしね、はい、あなたも多分自分で書いちゃうと思うけどさだから何でもできる人だからね <laughs> だけどその発想があるとねちゃんとビジネスを構築できるわけよ、うん、構築しないと自分を守りながら自分の技術を守りながらやんないとなかなか難しいねだからこう出遅れちゃったりするから、うん、やっぱりそのトっプまで取るようなことを考えてやれば大丈夫ですよね。はい、うん、あのー 5月18、19に、あの、世界天才会議はまたね、<あ>中松、はい、博士議長で、あの、国際フォーラムで開催されますので。国際フォーラムでやるのはい。あ、そう。なので、あの、皆さん、あ、行きます。はい、出展していただいて、あの、そうすると、あの、賞を受賞されたりもできるので。そうなんです。はい。 あの世界天才会議受賞ということでまたいいと思いますから、はいアイディアあったらどんどん展示して出展していただいたらいいと思います。あそっか、まあ18、18、19国際フォーラムで開催いたします。はい中間先生も私もおりますので。予約票だよね。そうです。あのただあの出展されなくても見に来てくださるだけでもいいですし、はいぜひ皆さん参加していただいたらと思います。かしどくた中間すごいな。現役ですからね。未だに輝いてるもんね。はい。 もう週2回ジム通ってね体も鍛えてますからジム行ってるはい週2回クラブマガクラブマガじゃあのウェイトマシンとかはいあとかなわないなぁ1時間くらいずっとプール泳いでたりとかやっぱりな94歳の体力じゃないですよそうなんだはいあと海外出張もね普通に3週間行ってもうハードスケジュールでも全土回ってはい戻ってらっしゃったりとか疲れ知らずですすごいなはいもう私より体力あるんじゃないですかねまた会いに行かなきゃダメかなけども そうか。はい、パワフルでございます。九十歳になった？まだです。えー、今万九十四で、今年六月六二六二九十五。はい。すごいな。うん、皆さんあの爪の赤をもらって飲みましょう。はい、中松博士のあのエネルギーね、パワーを、うん、あのあやかっていただきたいと思いますが、会いに来ていただいたらと思います。そうだよね。うん 皆さんも一緒に行きませんか。五月十八日十九日だって。国際フォーラム。国際だいたい十時から始まるよね。そうですね。テンポ合ったやっております。五月十八日十九日。あのどなたでも会はあの来ていただければ。うん。で出店もできるらしいよ。そうです。出てください。あ、僕も行こう。よろしくお願いします。お願いします。もう世界からね出店されていらっしゃいますから。だよね。世界から来るんだ。来ます。ああ、じゃあ新しいアイデアも見れるんだ。そうですね。あのもう。 お子様とか学生の方もあの、はい、で出展されたりとか高校生かなんか出展された方があのアイディア賞を頂い,いてたりとかっていう時もあったし<ー>、はい、でそこから、ね、特許の取り方とかあのご視聴させていただいたりとかして仲間サカセがもうあじゃあ皆さんも行けばドクター中松と DL さんの味方につけることができます。<laughs> <laughs> <laughs> それが一番 肝心です。<laughs> やっぱりねあの体験者とね仲良くなったりごちそを受けたりすると、うん、あの仕事が加速化するっていうか事業展開がね、うん、加速化するし今度はこっちの方向行きなさいあっちの方向行きなさいって言われてる方が始める頃はね慣れるまで一つぐらいやった,やったらあとは自分でできるけど、うん、まず何にも知らないでやるっていうのは一番問題で、うん、やっぱりそういう時は扉を叩く。 普通にねっていうところ、迷って迷って失敗したりとかしながら、こういう道になるじゃないですか、うん、年月とかね、費用とか無駄にかかったりするけど、ねうん、知っている人にしては、ここ直線できるわけですよね、うこういう無駄な道、こうしてると時間かかっちゃうけど、ここでピって行けば、ショートカットできるし、うん、時間も費用も。 ね無駄なことしなくていかからい、ね、だから直接こう登ってほしいから、うん、あの経験者に聞いたりね誰に聞くかっていうのが大事ですよね。あのね僕もいろんな産業やってやってない産業ないのね医療関係もやってるしいっぱいやってきたけどもうねそのなんか成功大会が一つでもできるとあとは同じ、えー、挑戦するともうみんな何もあのなんていうか見ないで飛び込んでいくっていうことも大事で。 で行ったらなんとかなるっていうふうに思っているだけなんだけども本当にな,なんとかなっちゃったケースばっかしでそういうこともまあ理恵さんはもっと実現しているけどいやいやって山本学校の卒業生もみんな各ジャンルで各、ね、業界で大活躍ですからねもうすれものすご,いすごいですよね。だ一つだけ嬉しいのは、まあ、若い人長いこと付き合ってるうちはねうん、うん、年取ったら本さんみたいになりたいって言うんだよね。<laughs> 嬉しい話だよね,、はいねはい、皆さんねどん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 こう背中をね、あのーうん、追いかけてる感じですけど学長もね全然現役でどん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 こう前に進んでいっちゃうから、うん、誰も追いやいやそれはね,ね一つにはディエルさんがいろんなその若返りのものをね <laughs> 今日も5つぐらい飲んできたのかな <laughs> ちょっとこういうとこ出る時には頑張んなきゃいけないから5袋ぐらい飲んできたんだけど3回ぐらいに分けてね。だからやっぱりそういういいいももののはは全部 あの取り込んじゃうと、うん、ね,ね、いいものはやっぱり活用しながらで自分の体力だけ過信するんじゃなくて、うん、やっぱりいいなと思いますねやった方がね。もうあのー、元気な人を真似する。うん、私も仲間差し稼と会った時に。うん なんでうっっっき生データ上まででれるてててご自身でおっしゃっててかそうでも第一目標がね世界長寿の今記録118だから119をとりあえず世界記録を目指すっていうところ第一目標ですけど、ね、その先のことも考えてるんですがうどうやったら先生そうなるんですかって言ったら僕と同じことをしたら大丈夫だよってよ、ね、で先生のまねしてたらすごい元気になってます。 ジムに通うか、僕もまたやってないな。いジ,ジム的なことはいっぱいやってんだけどジムはちゃんと変えようかな <laughs> またね。 若さの秘訣というか。だよね。はい。うん、うん。だからもう筋トレすごい博士してます。いやいや、ここに来るだけでも、若さになるんだけど。<laughs> あの、綺麗な人が横にいるとね。いやいや僕もこうやって、こう元気をもらえるわけよ、こうやって。もう皆さん、ぜひ、あの、一緒に。リバースして、若返っていただき、健康になってね、健康寿命を伸ばしていただきたいなと思います。はい。私もそう思います。<laughs> あ幸せ。<laughs> まだ時間あります。まだ時間ある。はい。うん。 あのー、僕ねリエルさんからもらったやつ結構あお風呂の中のねスイッチあ,あれもね今日も入ってきたんだよ。つるつるになろうかなと思って。うん、あのー お肌は経費吸収っていうのがあるからただこう塗るっていうのもいいですけど、うん、経費吸収だから湯船の中に入ってあそ,うそうです経費吸収肌から吸収されるので,で水素に H はね水素の,あの記号を入れてるので、うん、バス H ってのは水素なんですけどあれに幹細胞商品を入れてますからお風呂に入りながら。 はい水素で潤っていただきながら幹細胞潤化培養液で潤っていただきつるつるに内側からね確かにねあれ入るとねつるつるなんよ床もつるつるでさ滑っちゃうのね滑るんねそれは気をつけください入れすぎじゃないですかとってもとっても気持ちいいです皆さんディエルさんのね調べた調べてぜひねいろんなもの試してみてくださいどんどんツヤツヤになりますますますツヤツヤになてますみんなでツヤツヤになろう来年80歳だからね皆さんドクター仲間ツヤ負けないぞ <laughs> もう皆さんで若返って一番ドクターが若いんじゃないかなっていうぐらいに元気ですよねすごいよね、はい、あのツヤツヤなんですかねだってジムに行ってさ鍛え上げてるんでしょ <laughs>、うん、あ負けちゃうなね<え>ちょっと心よ8時になったら家帰よう <laughs> ジムに通うなんかもう先輩方がみんな若いから私が何か追いつかないってい私の体力の方が先輩方に負けてるってどういうことうう <laughs> でもクラウマがいつもやってるから大丈夫だよ <laughs> クラウマがすごいらしいからねもう全然このイメージとは違うんだよね <laughs>、うん、あのクラウマはナイフディフェンスとかスティックディフェンスとか、うん、あのガンディフェンスいろいろあるのでああのやることいっぱいあるんですけどガンあの間あね ピストル防御のためだとかナイフ防御のためとか、まあピストルはねちょっともう日本じゃあんまりねそんなあれですけどナイフでねあの襲ってくる人結構最近増えてる状況だね。あとカンスチで襲ってきたり最近ねテレビ見てるとすごいよね。ですよねなので皆さんやっぱクラブマガやった方が始めた方がいいですよ。ぜひはい体験からでも入っていただけたらなと思います。体験に行きましょうあのオイマスだっけどこだっけ。 えまああのご読めいただいたらあの出張でどこでも伺いますし、うんうん、はいあの田町とかでも教えたりとかしてますスポーツセンターとかはい教えたりしてます田町 <laughs> でもねはいやってますさ <laughs> そうだ田町だはいあの言っていただければあの私も田町に行こうと思ってますから皆さん行きませんか一緒に。<laughs> はい、あの関西の方をね大,さ大阪スタジオに来ていただいたらいいですしどこにでもね,ねセミナーとかもやってるので来ていただいたらと思いますあの間買いもんって言うけどクラブマーだけは本物ですからね <laughs> 皆さん <laughs> はいぜひ実践を身につけていただいたらと思いますあと5月18日と19日ね、はい、もう一度国際フォーラム有楽町のそこでやってますから10時から 行きましょう私と会えますよ皆さんディエルさんにももちろん会いますからねい <laughs> いらしてくださいおまけにドクター中松に会えるんですよはいもう元気もらっていただきたいと思いますそ,それでまあいろんなものをね話すると助けてくれる場合もあるから <laughs> やっぱりそういう時行かなきゃだめね <laughs> ぜひお越しくださいそして、えー、来週4月17日月曜日はテレスケンシロウ選手スペシャルということでいはい防衛戦に見事成功し、うん、勝ち抜いてくれた 検証選手が来てくれますのでね、ぜひ皆さん楽しみに月曜日見ていただけたらなと思います。はい、今日は山本学校の山本正信学長とお届けいたしました。はい、また次回を楽しみに待っていてください。学長ありがとうございました。ありがとうございました。ごきげんよう。ありがとうございました。うございます。ごきげんよ,よう。ごきげんよう。